六六首のエンタメラバーへようこそ。六六首のケメロジと中南駅ことザクです。注文完了。何を注文したんでしょうか。細かく刻んで一つに固めた牛脂を注文しました。何に使うのかな。牛脂やんっていう、ただの。ああ、そういうことね。細かく切る必要ないやんっていう。ああ、そういうことか。ということで、100万回言えばよかった第2話直後コンソード。いやめっちゃミステリーに振ってきましたね。一風変わりましたな。本当にキュンシーンがだいぶね、はい、少なかった第2話なんですけども、まあ、我々的にはね、まあ、キュンももちろん好きだけどもやっぱ考察が大好物ですから、はい、まあ、最高にちょっと面白くなってきたなっていう感じなんですけど、うん、でそして謎の男樋口はちゃんと幽霊でしたね。幽霊ちゃんとなんかね、前の動画ではさ、幽霊が乗り移った普通の人みたいなね考察してたけども、まあ今のところは普通のただの幽霊だぞと。ちょっと箸休めなんでしょうね。なのかな、コメディ、うん、直樹とわちゃわちゃ。まあそっかそっか、コメディ要因。うん、うん、でもやっぱさ、もう一人ただ幽霊がいるだけっていうのもさ、なんかあんまり意味ないというかさ、直樹のことを見えるさ魚住譲っていうね人物がいるから。幽霊の先輩だから、まあね、ちょっとアドバイスを送るんだよ。まあそうで、でもなんかもう一ひねりある、なんかもうちょっとね深い関わりとかあってくるのかなっていう感じはするかな。はい、はい、ということで今回の第2話はですね、例の高原涼香殺害事件が起きた1月12日と翌日のね、ユイの誕生日であり、直樹が失踪した1月13日のね、時系列の方で、いろいろとね、なんか明らかになったところがありますので、本日の動画では、そのね、時系列を順に追っていって、結構不可解な点があるぞ、ということに気づきましたので、そちらの方を考察していこうと思います。ということで、金曜ドラマ100万回言えばよかったはですね、毎週金曜日夜10時から TBS 系列で放送されていまして、僕たちはその放送日翌日の土曜日にですね、直後考察動画を出しています。で、放送日当日にはね、視聴者の皆様と一緒にドラマを見るリアタイ配信もやってますのでね、チャンネル登録の上楽しんでいただけたらというふうに思います。では早速やっていきますけども、まずね、ちょっと時系列に入る前に、今回ね、初登場した尾崎リオという登場人物についてちょっとね、うん、解説していきたいんですけども、まあ、このね、尾崎リオっていうのは、2003年の10月に、ユイとね、ナオトが預けられているね、広田家にやってきた子でありまして、ユイの2つ年上の学年で、高校2年生っていうことでしたね。うんうん、はい。リオっていうのは、小学生ぐらいから何度も問題を起こして、で施設とかでも手に負えないから、そのマサルたち、広田家が一時的に預かったっていうことでして、でもね、そんな時間もつかの間、3ヶ月後の2004年1月にね、突然リオはいなくなってしまいましたと。うんうん、でね、いろいろ探したりもしたんだけども、見当たらなくて、でね、その施設とか里親っていうのは、18歳になると出ていくのが基本だから、まあ、リオがね、多分18歳になった時点で委託は終了となって、うん、まあ、特にその、深追いはしなかったっていうことですね。はい。うん。ということで、今回ね、そんな初登場したリオが割と深く関わってきそうだぞっていうところを踏まえてね、時系列の方を見ていきたいんですけども、まずはですね、1月12日ですね、こちらは高原涼香殺害事件の日になってくるんですけど、まずね、午後3時から5時の間に高原涼香が何者かに殺害される、まあ、この時間っていうのは一応警察が言っていた死亡推定時刻になりますね。で、続いてその後午後3時半ですね、高原涼香殺害現場の防犯カメラに直樹が映り、配達員が出てきたところで建物に入る直樹、うん、でその後ね、3時37分直樹が建物から出てきましたっていうところなんですけども、まあ、ここでね、直樹が涼香に会いに来た理由っていうのは、涼香がね、リオの連絡先を知っている唯一の中学の友人だったからなんですね。うん、はい。で、ここでね、まあ、特に言及はされていなかったけども、おそらく、マサルから頼まれたね、リオの荷物の返却を、まあ、鈴鹿経由でしようと思って、直樹は鈴鹿のことを訪ねたのかなっていうふうに思うよね。うん、でも、ここでちょっと少し違和感がありまして、例のね、リオの荷物の中には500万円が入っているわけだから、いくらね、この中に500万円入ってますよって中身を言わなかったにしても、そんな500万円もね、入っている荷物を人捨てで返さないよねっていうふうに思うよね。いや、そうだよね。うん。しかも、なぜ初対面なのに。無防備だね。そう、無防備すぎるし、まあ、直樹って割と結構さ、しっかりしてそうじゃん。はい、
だそんなことはしないのかなって思わない？うんうん、うん、てかまあ直樹じゃなくても人づてに500万円返すってそんなことはしたくないよね。はい、うん、でさらにねその初対面なのに女性一人暮らしの家に行かないと思うし。なるほどね、うん、どっかカフェとかさ、そう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 、なんか公園とか分かんないけどさ、うん、そういった外でパッと渡してバイバイ。いやそうだよね、わざわざで住所を教えるっていうのもなかなか相手方もさ、うん、鈴鹿も結構気も据わってるというか、そう、まあ無防備もあるし。いやそうなんだよ、ね、まあ、あんまりそういった女性って結構さ自分の家を、うん、一人暮らしの家知られるのって結構嫌がるじゃないですか、うんうんうん、だからちょっとここも変だなとは思うんだけども、まあそのね荷物が重いからとかなんかそういう気遣いで、はい、うん、行きますなんかね行きますみたいなね、会う場所が自宅になった可能性もあるけど、うん、まあでもやっぱそこよりも一つ出て500万円を返すっていう方がめちゃくちゃ考えにくいよねっていうところだね、うん、はい、でねまあそしてこのね直樹が鈴鹿の家を訪れ崩れた時間と、まあ、死亡推定時刻からおそらく高原鈴鹿は、まあ、死亡推定時刻の午後3時から、直樹が訪れた3時半の、まあ、間に殺されているのかなっていうのが一番考えられるよね、うんうん、あとねもしくは犯人からこのね直樹が来た時間も監禁されていたから、例えば直樹に反応できなかった、ああ、はい、うん、だからその後の5時付近に殺害されたっていう可能性もあるよね、うんうんうん、そうだからねもしかしたらあの直樹が訪れた時はまだ高原鈴鹿は生きていて、うん、で犯人も鈴鹿の部屋にいたっていう可能性もゼロではないっていう感じですよ ね、 そ、 うね、うん、それだったら確かに直樹が殺された理由も分かって、うん、玄関のこの覗き窓から見れば、うん、あ直樹来たって分かるじゃん、うん、犯人もだからこいつちょっと危ないなと、そうだね、っていうから実行に移した可能性もある、ね、うん、そうなんだね、だからその説っていうのもまだ消すには早いかなっていう感じですな、うんうん、そうだね、はい、魚住譲が言ってたんだけども、リオがね鈴鹿と500万円の件で揉めてリオが鈴鹿を殺害したっていう可能性にもね言及されてたけど、それはちょっと可能性低いと思ってて、うん、おそらくね鈴鹿が亡くなった時点で直樹が持ってる500万っていうのは2人の手元にないはずだから、うん、なんかそれでね今手元にないのにそれを理由に争って殺害するっていうのもちょっと考えにくいから、うんうん、ただリオがねそういった鈴鹿殺害の実行犯的なところではないのかなっていう感じはしてるよね、まあそうだね、うん、で続いてですね同じ日の1月12日の夜ですね、はい、直樹の元にリオから電話があり、そこで翌日に会う約束をするっていうところですね。でここもやっぱ違和感があるところでして、なぜね高原鈴鹿経由で直樹はリオに接触しようとしていたのに急にリオから直樹へ直の連絡が来たのかっていうところだよね、うん、まあ、考えられるとすれば、まあ、直樹はねすでに鈴鹿からリオの連絡先を聞いていて、うんうん、でリオにね連絡を直樹はしていたけど、まあ、返事はなかったから、うん、まあ、仕方なく鈴鹿経由で、まあ、リオの荷物を返そうっていうことになったとかね、うん、はい、うん、そう、でもやっぱ鈴鹿殺害により、まあ、何らかの事情を知っているリオは直樹に直接会うしかなくなって、まあ、やむなく直で連絡をすることになったっていう感じなのかな、うんうん、そうだね、ここのちょっと説明が足りなかったよね。いやそうなんだよ、だからやっぱりね結構こうやって見てみると、うん、あれあそこどうなのっていうところがかなりあって、でなんで直樹ももうちょっとなんか詳しく言及しないのかなっていうところが気になったんだよね。急に連絡来たことびっくりじゃない？いやそうなんだよ、なんかそこについてもなんかさらっと言ってたけど、探してた本人からそうそうね、もともと会わずして、うん、間接的に物を渡そうとしたら急に来て、そう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 、じゃあ会いますか明日、うん、みたいな、うん、そう、じゃあ初めからそれでよかったじゃん、はい、っていう話だし、まだなんかあるんだろうねきっと、あるのかな、語られてないところが、うん、細かいけどね。そうだね、私なんかあんま譲る大事なところに突っ込まないから割とね、ちゃん、そうそう、それこそ500万の今その荷物どこにあるのとかも誰も言及しないから、うん、うん、まあ、ちょっとここは様子見ってところですかね、はい、はい、で続いて翌日の1月13日の時系列を見ていきます。こちらは鳥の直樹失踪の日、そして結衣の誕生日ですね、はい、でこの日の午前中なんですけども、おそらくここで結衣のためにハンバーグとサラダプリンを直樹が作ったっていう感じですかね、うん、なるほど、はい、なんかあれね実は直樹が作ったんじゃないんじゃないかみたいなことも考えられはしたんだけども、でも第1話でさ冷蔵庫を開けようとした結衣をさ慌ててちょっとさあそこはダメっていう風に直樹の幽霊が止めてたから、うんうん、まあ、あれはね直樹が作ったもので間違いないし、まあ、時間的にも多分作れたのが午前中しかないから、うん、まあ13日の午前中に作ってたのかなって感じですかね、うん、はい、その日のお昼の午後0時5分ですね、まあ、この日は結衣の誕生日ということで臨時休業だったんですけども、まあ、子供食堂だけは開いたということでしたね、うん、でその後の午後2時子供たちは帰りましたと。しかし直樹はねここから店を出た記憶はなくて、この後7時間後の9時まで記憶がなく、
気づいたら幽霊の状態で自宅で目を覚ましてました、うんうん、はい、でその後午後3時26分直樹の元へリオから待っています何かありましたかとショートメールが入りましたと。まあここからね察するに直樹とリオは多分おそらくこの13日のまあ3時前後午後3時前後に会おうとしていたのかなと、うんうんうん、でもね30分、まあ、26分経っても来ないから何かありましたかみたいなメールを入れたのかな。だからまあハチドリと直樹の自宅との距離が不明だけども、まあ、おそらくその子供食堂が終わってその足で直接リオに会おうとしていたのかなっていうふうに考えられるよね、うん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 、だからそのね500万円を含むリオの荷物もまあ、ハチドリに持ってきていた可能性が高いのかなっていう感じだよね。で、その荷物がね、さっきも言ったように行方を誰も気にしてないから、どこにあるのかっていうのも不明だけども、まあね、そっから記憶がないってことだから、やっぱりここで500万円も奪われて、で、直樹も何か危害を加えられたっていうのが一番考えやすいよね。そうだよね。うん、店内から出た記憶がないっていうのがあったから、ここで、ことは起きてんだよ。そうなんだよね。そうだからねやっぱ前回の考察でも言ったけどやっぱりね直樹に何かね危害を加えたっていうのはエースケである可能性はより高くなったよね。オーナーがまたかよ、うん、もうちょっとここについてはもうさエースケ以外ちょっと今のところはいなさすぎて、うん、うん、ちょっとあんまりね詳しくは掘っていきたくないんだけどもまた次回ちょっと子供食堂を深掘りしていこうか、うん、出たねエースケ子供食ってる説ですか子供食堂は違う意味ね。そうそう怖いよ。でそのね夜の8時52分ですね、まあ、それ以前の7時間の記憶がなく幽霊になった状態で目を覚ました直樹っていうことでしたね、うん、はい、はい、でねここまで時系列でね事件前後の2日間を見ていったわけなんですけどもちょっとねまだまだわからないことが多すぎる上に、うん、初出し情報でさらにね事態は複雑化してきたので、うん、まあこの辺のね考察についてはちょっともう少し様子見て、うん、今後ねちょっとじっくり追っていきたいなというふうに思いますね。はい、はい、ということでちょっとここからはね2話のね中で気になったところをいくつかかいつまんで考察していきたいんですがまずはねハチドリの歴史に何かあるかもっていうところなんですけども、うん、直樹のね、家のマグカップから、ハチドリは2018年にグランドオープンしたことが分かりましたね。だよってね、ハチドリは2023年の現在で、まあ、5年の歴史があることが分かりましたよ、うんうんうんで。そのね、歴史も何かなんか関係してそうというか、はい、だからね、なんかあんなにね、印象的になんかあのマグカップが映ったっていうことなんで、なんかね、そういったハチドリの過去というか、歴史もなんか関係してんのかなっていうふうに俺は思いまして、ユイとね、直樹が再会した2021年のね、描写が第1話でありましたけども、あの時にはねハチドリのホールの従業員でソタくんが演じているフロアスタッフのケントがいたんだよね。あ、はいはい、うん、なんかねあの子はおそらく現在働いてないっぽいからそうだね子供食堂の時もいないそういないからそう何かね過去にお店とトラブルがあったもしくは、まあ、直樹オーナーのエースけど何かあったっていう可能性も考えられるよね。なるほど、うん、だからなんかそういったねいざこざから事件に絡んでくるみたいな可能性も、うん、まあゼロではないのかなと。やっぱソタくんでかなりさ有名な、はいはい、今来てる俳優さんだからあんなちょい役で終わんないんじゃないかなみたいなそうだ、ことも考えられるからちょっとここも気になるところだね。はい、続いてはですねユイの元へ直樹によく似た遺体が発見されたと警察から連絡があったんだけども、うん、それはね幸い直樹ではなかったっていうことがあったんですけども、まあ、このね遺体に関しては一連の事件に関係しているとかはなさそうだね。そうだね。うん、まあ一回視聴者を驚かすためのそうそうそう道具というかそうだね、ネタだね、うん、でさらにさやっぱこんなシーンがあったっていうことはなんか次もう一回同じことを起こって次は本当に直樹でしたっていうのはさすがに悲しすぎるから、うん、なんかねこのシーンがあったってことはやっぱ直樹が生きているっていう希望が俺より湧いたのかなっていうふうに感じたんだけど。まあそうだね、うん、悲しすぎない。まあ確かに、まああとまあ1話と2話だけだけども、うん、まあ死んでるっていうそういう言葉とか、まあ、受注発表死んでますよとか、亡くなってますよっていうのが、はいはい、まあ、すごいこう言葉として出てきて、まあ、視聴者にそれを植え付けてる気もすんだよ。そう、印象操作だね。そうそうそう、うん、それを逆に読んで亡くなってましたもあると思うしね。まあね、そう、これ結構今ね、どっちとも取れるんだよね。やっぱ100万回生きた猫のね、はい、今回話もありましたけど、うん、やっぱあの法則で言うとまあ死んじゃったけど、直樹は死んじゃったけども、でもね、前を向いて生きてこうぜみたいな風なオチもね、考えられるし、それこそね、今回第2話の冒頭で映った、なんか時系列がわからないね、あのなんかろうそくの火を吹き消すシーンがあったけども、実はあれがね、
もう本当に最終回いろいろねことが片付いて前を向いてるねユイの今後の姿の可能性もあるし、ちょっとこのね直樹生存説に関してはやっぱ未だに 50-50 かなという感じはするかな。まあでも希望を込めて死んでないと。いや、まあ、僕らも考察したし。いやそうだね。うん。てか死んでほしくない。ない。ないから。期待していきたい。期待したい。はい。で、続いて最後ですね。孫さんがいる病院にね、ユイが診察に行くんだけども、そこでなんと、魚住譲を見た孫さんが、What's up? 平和でしょって、そう、なんか、思わずね、そこ。What's up?まずはヘルとは言ってないけど、まあ母国語がね出てましたけども、結構じゃない、母国語が出ちゃうほど驚くって、ね、そうでしょ、うん、だからねこっからまさかのねゆずるにも何かあったのかっていうことなんですけども、まあ、なんかね俺的にはあれゆずるに何か悪い方の秘密がとかそういうのではないと思ってて、うんうん、これはやっぱ孫さんの亡くなった恋人だとかに似ているっていうことなんだろうね。兄貴とかね。なんかそう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 。あまりにもうり二つだからあんなに驚いたと、はいはい。そう。なんかね、前回の動画でさ、孫さんの役割として、それこそね、直樹の本体、肉体を実は孫さんが保管しているから、脳神経外科医みたいな、うん、ポジションなんじゃないかなみたいな考察もしましたけども、この感じだとそうではなさそうで、うん、孫さんもユイみたいにね、大切な人を失った過去があるから、うんうん、なんか同じ立場としてなんかそのねユイが立ち直るためのなんか助言をくれる役割みたいな感じで孫さんがいるのかなっていう感じがしてきたかな。確かにね、うん、精神的支柱というか、ね、そう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 、仲良くなっていくんだね、どんどん。そうだね、うん、ということでね、ちょっと今回はかなりねミステリーの伏線が張り巡らされた第2話っていう感じですね。うん、違ったドラマですね。いやなんか本当にねここまで振ってくれるとはっていう感じで、はいはいはい、めちゃくちゃ今考察アドレナリンが ね, そうだよねめちゃくちゃ出ていて最高に楽しいんですけども、うん、にしてもやっぱどんどん迷宮に迷い込んでしまう情報量なので、まあ、しばらくはねちょっと一歩一歩ちょっと着実にね考察していって、うん、でね後に最終的な考察というかね、はい、なんか真犯人誰だとか動機だとかそういう風にね迫っていきたいと思いますのでね、皆さんもよかったら考察コメントの方お待ちしております。ということで僕たちは100万回言えばよかった以外にもいろんな考察をしていますのでね、ぜひドラマと一緒にね六六首楽しんでいただければなというふうに思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上六六首でした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。ということでサク、はい、サクのパソコンの中にある一番見せちゃいけないものは何でしょう。48時間耐久です。言えるか言えるか言えるか